佐抜塩屋駅は、香川県丸亀市潮屋町3丁目にある四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は Y11。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で無人駅である。道路立橋の真下に待合用の椅子がある。かつては、高西駅、佐抜府中駅、八蕎場駅同様、ホームが2両分しかなく、国鉄時代は、 仮上工場同然の扱いで普通列車もほとんど通過していたが JR 化され電化完成後は停車列車が増えた。他度つよりの2両のみドア開閉し前よりの1から2両が締め切り扱いだった。また JR 西日本の115系はドア締め切り回路を備えていないため同車両を使用する岡山琴平間直通列車は通過していた。現在は ホームは4両分の長さになっている。1日平均の乗車人員は以下の通り。日本国有鉄道工事第11号、官報1952年1月22日、JR 四国での愛顧化、サービス開始日が決定。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2014年2月25日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 2 2 5 0 2 5 3 3 3 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3ニュースプレス14から01から2 7 h t m 2 0 2 0年12月21日閲覧 1982年11月15日改正ダイヤによれば、当時あたり駅に停車する列車は、下りは高松発琴平駅普通列車の7時36分発、上りは琴平発高松駅普通列車の7時5分発、琴平発高松駅普通列車の17時0分発のみ、非電化時代の軌動車に比べ、機動性の高い電車の導入により生まれた、 余裕自分を停車に振り向けた。同様な駅に、高材駅、佐抜基府中駅、矢そば駅がある。これらの駅を、当時の国鉄部内では、電車駅と呼ぶ向きもあったという。音楽館のシミュレーターソフトトレーンシミュレーター、JR 四国1は、ホームの延長工事をしている時期に撮影がされたため、延長工事の様子がよくわかる、ある意味貴重な映像とも言える。 令和2年版香川県統計年間11運輸通信2021年4月14日閲覧ありがとうございます。